こんばんは、無限アパレルの竹です。今回は皆様にさよならを言わにゃいけんと思って動画を撮りおりますっていう得意のね、釣りサムネじゃと思うんじゃけど、あながち嘘でもなくて、わしさよならというね、サムネイルをちょっとなんかもっともらしい感じで作ったんじゃけど、岡山は生まれ育った、育ちも生まれも岡山のこの岡山県を離れ東京に行こうと思いますという意味のさよならというタイトルで、サムネイルでちょっと釣るような感じになってしまったけど、ついに具体的に東京編が動き出すというところで、まあその辺を面白がっていただければなと思っております。何度もね、最近はよく言っとんじゃけれども、わしのアパレル人生第1章が福岡でのブランドでの経験、第2章が、SNS で発信をしながら、まあ古着屋としての経験、そして第3章噛んでしもた第3章東京編って感じで、なんかまあね、いろんなところに行ったりするこうちょっとリアルドキュメンタリーというか、なんかね、ブルージャイアントとかもさ、東京編があってヨーロッパツアーがあって、今アメリカ行ってついにニューヨークじゃって夜の感じがあったりするから、まあちょっとそれよりはだいぶちょっとこう廉価版というかね、劣化版というか感じにはなっとんじゃけれども、わしはなんかね、自分でも全く思ってませんでしたが、まあかねてより言っとった自分のお店を持つという、形をちょっと具体的に動かすべく、ちょっと東京で、いろいろこそこそしこしこ準備をしようかなと思っております。まあその辺の具体的なお話なんかはね、もうすでにこうポップアップに来てくださったりとか、メンバーシップに入ってくださってる方にはちょっとお話ししたんだけど、動画でオフィシャルでの、まだ表立ってのお知らせはもうちょっと先になるかなと思うんですが、まあ本当にアパレル人生第3章目の東京編がこれからまあ具体的に動き始めますよっていうところで、岡山で出会った方、福岡で出会った方、ぜひね、これからも、見捨てずお願いします。ちょっと東京に行きますんで、東京の旅行に行くだったり、東京にね行くなんてご都合があるときは、ぜひちょっと竹の顔を少し思い浮かべてやってもらえると、そして岡山でお会いしたアパレル関係のみならず内外の、いろいろな諸先輩方、年齢でいうと年下の方、さまざまな方、また岡山に戻ってくることがあれば、戻ってくるという方が帰省して、来ることもあると思いますので、その時は再び、わしと遊んでやって酒を酌み交わせてもらえると嬉しいなと思っております。本当にわしは、こんな感じでね、ケラケラ笑いながらとにかく楽しくやるんじゃっていうことだけをモットーに、ずっと生きてきとってね、もう今に至ってもなんかこう裸の大将みたいな謎スタイリングになっとったりするんだけど、まあこれからもね、そういった楽しむ、とにかく楽しんで、なんかまあわしの生き方だったりやり方だったりに死のこと言う人もおるんかもしれんけども、そいつらを後悔させるためにも、わしは楽しく笑って楽しく死んでいく、これだけを、モットーにやっていこうと思うのは変わらんのじゃけれども、正直ビビっております。何分わしは田舎の人間じゃ、もうあんなコンクリートジャングル、まあちょっとね、東京って言ってもまあ厳密に言うとちょっとこう細かいところをね、ギュッともうほぼ神奈川みたいなところではあったりするんじゃけれども、まあそういった東京に出ていくっていうところで少し、あんまりなんかこうなんじゃろうかな、そんなにこうストレスフルな、ストレスを結構細かく抱えたり、いやするか抱えたりするな、いやする人間なので非常に精神的な部分でも変化でまた来てなんかやられたりしないかなっていう部分でも、あとは金銭的な部分が一番大きいかもしれませんね。金銭的な部分が果たして本当に大丈夫なのか。この第1章福岡編、第2章岡山編はいずれも、会社員として毎月決まったお給料、サラリーが振り込まれるような状況でやっとったんじゃけれども、もうこの2023年の12月中旬ぐらいから本当に無給生活、お金が一切振り込まれておりませんっていうね、サバイブをしとるわけなんじゃけれども、そこからさらに、まあ基本的には固定費がかかると言われる江戸に拠点を移して動いていくという、まあなかなか狂気の沙汰じゃし、まあ SNS でこうやって発信しとるからまあ大丈夫じゃろうとか、まあ、竹ちゃんじゃったら大丈夫じゃよってこう背中を押してくださる方もおるんじゃけれども、本当にまあ古着屋っていうのは今戦国時代じゃし、まあ古着屋だけじゃなくてアパレルというもので、こうまあ生きていくことはできるかもしれないけれども、ある程度自分がやりたいこととなんかこう作っていきたい世界とっていうところを考えると、まあそんなに簡単な世界じゃないよねっていうところは当たり前にあるので、まあでもわしはこの年齢的なところも考えると、東京とかでチャレンジできるのは結構最後になるのかなと思うので、踏み切って東京でちょっとやってみようかなと皆さん思っております。そして皆様のね、ご支援だったり応援の賜物がありまして、わしも東京に行けることになっておりますので、台湾の応援ご支援のほど引き続きお願いできたらなというとともに、岡山編はもうこれでひとまずクローズと。で、まあ具体的にどういうスケジュール感で動いていくんですかっていうと、今月もう末で、というかもうこの動画が上がる日におそらく家を引き払っております。そして、ね、June 6月から、東京に乗り込んでいこうと思って準備をしておるところでございます。ちょっとね、関係者各所、友人各位にどれだけご連絡ができたか、ちょっとこの大体したと思うんだけど、できてない方いたらごめんなさい。まあ引き続きわしがどこに寄っても、面白がって生きていきますんで、まあ友人お客様、視聴者の方問わず、わしを面白がって、この東京編どうなるんかだ、無一文
になって東京の街に放り出されてるところ、もう最悪のケースではあるけれども、それはそれで面白いんじゃないかなっていう心持ちで、わしはこれからまた拠点を変えて、一応アパレル洋服や、ファッションの人間としてサバイブをしていくところでございます。皆様東京界隈に住んどる方おったら、ぜひ引き続き、まあなんか、ご支援ご応援、なんか力貸してやってもらえたら嬉しいなと思っております。これからも、ファッションを楽しく、なんじゃファッションを楽しく、でもなんかこういろんなジャンルの人がそれぞれおるんじゃけども、わしはまあ新品だったり古着だったり、そういったところのカテゴリーだったりジャンルにもとらわれず、いろんな幅の服を楽しめたらいいよなと思いながら日々発信させてもらえております。概要欄にはメンバーシップ、岡山弁古着や LINE スタンプ、 Amazon 欲しいものリスト、 X も最近解説したし、そうじゃ TikTok がついに1万人を突破したりと、まあなんかこの節目のタイミングでいろいろいいことも起こっていたり、まあ引っ越しの代金がやばかったり、ポップアップの利益をすべて服を買うのにもうつぎ込んでしまっていて、大変だったりと、まあいろいろ相変わらずアホやなってみんなに思って、ちょっとこう笑ってもらえたり、なんか全然ファッションは好きでもないし何でもないけど、なんかこうこいつのチャンネル見てると面白いなと、思ってもらえるような、まあ引き続き、くだらないけれども楽しい人生を歩んでいけたらと思っておりますので、引き続き皆様よろしくお願いします。ひとまずわしは岡山を離れ東京でちょっと頑張ってみてみます。まあお店とかの具体的なお知らせはお用意していくんで、引き続きよろしくお願いします。まだな、最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃあ無限アパレル、通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネルじゃ、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけーな。ほんなな。